8月13日名馬新山が静かに息を引き取った。36歳だった。驚異の三冠馬新山と共に競馬の魅力と醍醐味を世に伝えてきた言葉の魔術師がいる。見てくれこの足、見てくれこの足、これは関西の期待点ポイントだ。外から成田ブライアン、弟は大丈夫だ。聞く近し淀の坂越一人旅、三冠へ向かって視界よし、ミホロブルボン大勝。杉本清、競馬の実況を芸術の域にまで高めた男。彼もまたこの秋30年間座り続けた実況席を去る。あのね、僕たちの先輩っていうか、僕がその競馬を始めた頃っていうのはまだそれほどその競馬のアナウンサーっていうその絶対数っていうのは少なかったんですよね、はい、で無我夢中でやっていたっていうか、自分でその自由自在に思う存分いろんなことができたって言いますかね、はい、だからまあその辺で自分自身で楽しんでるというか、うん、一ファンとしてねというような気はしますけどね。だから競馬の実況でどこからどこまでが仕事で、どこからどこまでが趣味っていうか遊びというか、はい、多分その区別がついてないというか、最近特にそれがひどいですね最初の頃ね、はい、とにかくもう喋るっていうか実況することが嬉しくって、やっぱり一生懸命考えた時期もあったんですよ、はい、だけどある時を境にしてまあやめたって言いますかね、出てくればいいし出てこなければ来ないで、それはそれでいいというふうに。だからその具体的に言えばその作り物はダメっていうね、うん、はい、それからやっぱり競馬ファンの気持ちになってっていう、ね、うん、一競馬ファンというか、うん、そういう気持ちで実況してますから、だからテレビの向こうの人が、画面の向こうの人がどういうことを知りたいかっていうことをまず念頭に置いてって言いますかね。瞬間的なイマジネーションが数多くの名文句を生み、我々に感動を与えてくれた。忘れもしない第48回菊花賞、京都の最後の直線で歴史に残る名実況が生まれた。しかし桜スターを先頭だ。菊の季節に桜が満開、菊の季節に桜、桜スター王です。そして同じく京都競馬場、ミスター CB が三冠をかけて菊の大輪に挑んだ。ミスター CB 19年ぶりの三冠か。大地が弾んでミスター CB だ。ミスター CB 逃げる逃げる逃げる。史上に残る三冠の足、史上に残るこれが三冠の足だ。拍手が沸く。ミスター CB だ。19年ぶりの三冠、ミスター CB。 三冠馬の実況をなんていうか3頭できたって言いますかね、はあ、三冠馬っていうのは大体平均しますと13年に1頭ぐらいの割合でしか出てこないんですよね、はい、だからこれを3頭もできたっていうのはやっぱり三十数年競馬をやってたからだと思うんで、これから先三冠馬の実況を3頭もするアナウンサーが出てくるかなという、それがもう自分の自慢の種ですね。レース一つ取ってみてもやっぱりそのゴールっていうものがあるわけですから、だから人生でも一応その目標っていうのはありますよね、それぞれに。だからその目標に向かって進んでいくときに、最初からその全力疾走してもやっぱり後半バテちゃうだろうし、逆に後ろからもたもたついていっても届かないだろうし、どこでスパートするか、いつその自分の力を発揮するか、最高にね、その辺を考えていくとレースそのものだと思いますね、うん、だから目標に向かっていつどこでっていう。3コーナーの下り、ゆっくりとゆっくりとゆっくりと下らなければいけません、ゆっくりと下らなければいけません。さあ先頭はハイセイコー。杉本清の実況はまさに彼の人生そのままである。30年間を振り返るとターフを駆け抜けた数々の名馬たちのしなやかな死体が鮮やかによみがえってくる。ルドルフが、ハイセイコーが、そしてオグリキャップが、さあ杉本清一世一代の夢実況、じっくりお聞きください。11頭がほとんど一段で第4コーナーをカーブして直線に入りました。ハイセイコー先頭か、新山がかわす勢い、さらに成田ブライアンであります。大外を通って白いシャドーロールが揺れています。新山先頭に立ったか、グリングラスも差を詰めた。テンポイントテンポイント並んでくる。さらにミスター CB シンボリルドルフであります。さらに成田ブライアン、メンジロマックイン、サンドピアリス、各は11頭がずっと横に広がった。さあ何が抜けたすか、何が抜けたすか、新山か、新山抜けたか。さらにハイセイコーを粘っている成田ブライアンか。これからもあなたの、そして私の夢が走ります。杉本清。